はい、アナロスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ちょっと被せ気味じゃないですか。大丈夫です。はい、まずですね。はい。今回は、暑いよと、夏だよと。いやー、誰だよ。そういう先生いるよね。癖のある。暑いよと。キャラ瞑想中みたいな。夏だよと。ということで。ことで。はい。はい、こちらにあります。サンダルですね、はい、夏と言ったらサンダルってことで、いやもうまさしくですよ。はい、ということでサンダルなくして鎌倉の夏は過ごせませんから、ね、いやそうですよ、本当にね。なのでですね、はい、これをアーネモの箱で紹介していこうかなと。アーネモの箱でね、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではアーネモの箱スタート。はい、ね、ディップですね。マスタードのディップですよ、はい、ディップ発売してから1年が経ちましてね。いやー、経ちましたね。今年はすごい反響いただいておりまして、いやそれはね、やっぱね、1年目は怪しがられますよ、うん、なんだこれは。とどこの馬の骨かもわからないサンダルを、まあね、そうですね、うちの足が履くかと、まあ、見たしたんですから。でも俺は固くなに履き続けましたよ、うん、そしたらね、まあ見事に1年経って皆さんの認知度ドーンと上がって。そうですね、そう、今年はね、年作った分もう結構パラパラなくなってて、サイズ2番とかね、3番とかはまだちょっと在庫はあるんですが、でかいサイズ、小さいサイズに関してはちょっと心もとない。もう早くも、なんか本当にそんぐらいね、認知されてって。まあリップね、こうレザーサンダルの中での僕は革命児というかですね、はいはいはい、どこにこの子のディップって名前に AKA をつけるんだとしたら、まあディップ AKA 革命児、ラッパルですそうね、なんかそういう感じのちょっと革命児、なんで革命児なんだよ、こんなんよく見るじゃんって今思ってる人もいると思うんですけど、はいはい、これ面白いことにね、皆さんブーツとか履いてるとき、靴を履いてるとき、あんまこういった形のね、サンダルを履かないよっていう、こう鼻、こう鼻緒がこういうさ、Bさんみたいな、そう、Bさんみたいな形のやつしか履かないよっていう人にはね、はい、あんまりこう伝えづらいというか、分かりづらい部分ではあるとは思うんですけれども、靴っていうのはね、基本的に足の甲で支えることが大前提になります、うん、例えばドレスシューズとか考えてみても、スニーカーとか考えてみても、締めるところって足の甲ですよね、うんうん、つま先締めても意味ないですよね、かかとを締めても意味がないですね、うん、足首を締めるか、まあ、足首までないブーツに関しては、クッシューズに関しては甲を締めていくと、甲を締めることによってフィッティングを変えていく。はい、ここでですよ、このサンダル紐がありますかと。ない。ないんですよ。うわぁ、紐ないじゃん。絶望的ですよね、お前。うわ、紐ないじゃん。フィッティング悪いじゃんってみんな思うんです。はいはいはい、ね。で、なおかつ僕の足って、甲引く、もう甲が低くて細い、いわゆるギリシャ足の、はあ、本当、縦長の足で、日本人らしくない足なんですよ。日本人は高高、高高横広だから、大体日本で売られている、まあ、レッドイングさんとか、まあ、夢どころでいうと、あとオールデンとか、うん、あの辺のアメリカ靴とかになると、日本で売られている大半は D か E、うん、僕はちなみに B です。細っC でなく B です。ああ、国内の水のサイズ感っていうのは日本人っていうのはやっぱ広いと、でも僕は狭いと、うん、だから狭くしました、うん、じゃあ履けないじゃんって終わるんだよ。ああ、今思っちゃいました、ね、で、今回このディップですね、まずフィッティングを高めることっていうのは僕はもう急務だと思ってました、うん、サンダルって夏しか履かないから、まあまあまあ、その夏しか履かないものに対して、うん、こうお金をね払う、じゃあビリさんでいいじゃん、使い捨てでいいじゃん、これですよ、
長く履いてもらえるサンダルを作ることっていうのは、はい、僕の中での急務でした。もうまた急務急、急いではないんだけど僕の中での必須条件なんですね、はい、で、たらたら話してますけど、うん、フィッティングを高めていくためには方法が、あります。いや、ありますというか、ありました。おうん、で、まあここを狭くしちゃえば、はい、フィッティングは上がります。僕の足の場合、ただ高高おじさんの場合は入らないです、足が。そして激痛、痛ってなるじゃん。だから履けないよね、足合わせてみないと実際怖いよねっていう意見よくわかります、うん、だけど、うん、逆の発想です。こうが調整できないんだったらフットベッドの方を調整できればいいじゃない。はい、フットベッドっていうのはいわゆるこの足の裏の部分。そうです、一番足の裏の部分ですね。足の裏が一番こう面で当たる部分、一番この部分ですね、うん、この部分、ここを調整できればよくない？いやいや、何言ってんだよジャニーと、うん、ここどうやって調整するんだよ。確かに履いてから削るのかい。いやいや、そんなことはできないよと、うん、嘘つくんじゃない。めっちゃ喋りますね。そういう風になりますよ。ね。そう。で、その時にこのよく見てくださいね。このね、膨らみ、ウレタンを仕込んでありますね。このウレタン、まあ気持ち入ってればいいよねっていうとこなんですけども、僕めっちゃ詰め込みました。その名も、あ、その名もじゃない、その厚みなんと3ミリ、3ミリのウレタンを無理やり入れ込んでます、ドガーンと。だから実際今この厚みね、この厚みの皮を張ってこんだけポコンってなってるってことは、これ取ったらもっと反発があるわけですね。そういうことって、そういうことなんです。この中に、あ、この中にね、なるほどなるほど、ウレタンを3ミリ厚、結構分厚いです。はいはいはい、切ってます。3ミリっていうのは、3ミリ厚のウレタンを入れることによって、こっちはね開かないけど、こっちが沈めば、うーん、足入るんじゃねえのっていうふうに思うわけです。しかも皮も全く動かないわけじゃないです。こっちも馴染んできます。馴染みます ね。なのでそこを考えたら、甲が低い人はこれを履いた瞬間に、要はこっち側が、うん、まあ、そこまで沈み込まない、要はここにストレスがかかるわけです、絶対上か下かに。あ、でもストレスがかかった時に下もストレス受け止めるよってなってれば、あ、分かるしっていう、はい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 、ってことなんですよ。なるほど、口が広がると。しかもウレタンっていうのは長いこと履くことによって沈んで足の形になってくれます。そうです、ね、そう、これレッドウィングとかそういうブーツでいうとコルクが敷いてあるのね。あ、ありますね、うん、はいはいはい、それと同じなんだけど、ウレタンで実際これ僕の普段履いてるものですね。これ見てください、ここかかとが沈んで、指の部分もほら沈んでますね。ブルッブルッて指の形で、この奥、この一番この重さがね、いくとこも見事にへこんでるでしょ。ああ、ほんとだ。こう比べると全然、こう比べると全然、まあ、あ、そうです、ね、ビフォーアフターね、確かに全然違う。でなおかつここね、ここ触って、ここはあはあはあ、全然硬さが違います。こっちも馴染んでるんですよね。これ分かりづらいと思うんですけど、ここほらスンッ、これはこう履いていくことによってここに一番力がかかります。力がかかるところにはレーザーがこう跳ね上げが起きて窮屈さがなくなってきます。うん、ってことはですね、ほら親指のこの末端の部分と、うん、甲の一番上の部分を見るともうね、こう跳ね上がってますよね。なるほど、これが俺が履いている足の形に合ったこの子たちがそのストレスをどう回避していくかの終着地点なんです。うーん、僕これ1年、夏場ほぼ毎日です。でこれブラウンも履いてます。今ブラウン履いてます。これは去年同時に下ろしたんですけど、僕は黒の確率の方が高いのでこう見るだけでも全然違いますよね。まだこっちは、僕が今履いてる方は履くがまだ残ってます。こっちはもう履くが消えてます、ね、実際履いてみると僕自身こっちの方が履いてる、茶色の方が履いてる、時間が短いので、今日はねどっちもあるから履き比べたら
まあ別物。黒の方がやっぱ履きやすい。履きやすいし、茶色の方が、あれじゃない、黒の方が履きやすい。でもこっちの方がクッション性はまだいいの。ウレタンがそんだけまだ生きてるの、こっちは。沈んでないから。そうそうそう。で、まあ履いていくことによって、まあ、この皮の部分もそうだよね。このやっぱ汗、足って汗かくじゃん、はいはいはい、汗かくからその汗をかわす、うん、そして脱いだらこの靴は乾燥が始まる。それを繰り返すことによってこのボコ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 、このね、皮もいい味出していきますよね。ボコボコボコが出てくるわけ、ボコボコボコ。だから新品とね、エイジングされてるものを比べると、まあ艶ももちろん違うし、もうね、ほら、うん、かっこいいよね、うん、全然違う。そうで、これで約1年です。でね、ソール見てる、そんなにひどく変ないです。まあ、かかとの部分はね、履いたなって感じ出てますね。そうでしょ、相当履きましたね、それね。あ、確かに相当履くので、このビブラムこのソール自体がすり減りにめちゃめちゃ強いです。あー、耐久性は、はい、なので僕、夏場例えば6、まあ、5月から僕履いてるんですけど、5、6、7、8、9、うん、9はね、あのブーツ履くんですけど、うんうん、プライベートはまだサンダル履きます、はい、休みの日とかはね、残暑がありますからね。そう、残暑があります。そうで、だから要は4ヶ月間、約6、7、8、9の4ヶ月間フルで履いて、まあ、茶色、ブラック8割、茶色2割ぐらいの割合で履いて、こんだけ残ってて、今年は大丈夫ですよ、うんうんうん、いやでもすり減ったらもう終わりじゃん、はい、ジャーニー終わりじゃん、もう。確かにね、サンダルなんてソールがすり減ったらもう出番ないじゃんってなる、そこもまたね違うんですよ。というと、リップはね、ソールも張り替えられるっていう優秀な方なんですね。